エンジンの、ね、あの強さといいますか、そうですね、変化がありましたよね。さあ今カメラ6選手を追っておりますけど、蛭子さん、あの、ね、3号艇の、今村選手二重丸ですが、ちょっとね展示コース見たらね、ちょっとあんまりよく心配になってきたよ、心配になってきてるんですよ。さあ6艇ピットアウトでございます。それではいよいよ優勝戦、実況でお楽しみをいただきます。福岡競争場の上空は明るくなりました。そして雨も上がりました。水面も静かになりました。港湾ひしめき合う王国九州の強者49名によって行われてまいりました第43回の九州地区選手権競争、いよいよ大詰め。今ここで九州一早い男が決まります。メンバーご紹介してまいります。1号艇は14年ぶりの G1 優勝にお膳立てが揃いました。強烈なピット離れでここはイン緩めず、佐賀の佐久間治。2号艇は初の G1V も当地5年前の九州ダービーでした。賞金王が華麗に弧を描くが、福岡植木道彦。3号艇はスタートは遅くゴールは早くをモットーに、リラックスしての大掛けは特注、福岡今村信孝。4号艇は自ら設立宣言、とっておきのスタートで初の九州チャンプに立候補、熊本正林幸喜。5号艇は今最も勢いに乗る若武者、機動力でスカッとホームランカットバスが、福岡多藤実。6号艇は実戦足抜群、思い切りの良さでアグレッシブ作戦、長崎の山口哲司。以上6名によって12レース優勝戦 1800m 3周戦が行われます。さあ1番の佐久間が1コース、2番の植木が2コース、4番の正林が3コース、5番の多藤が4コースに座って、外から仕掛けるのが3番の今村、そして6番の山口。さあいよいよ10秒切りました。12レースの優勝戦です。進入ポジションの方はインコースから1番、2番、4番、5番、3番、6番でスタートいたしました。コースタートはスリット後センター勢、アウトから6番の山口がかましていく、6番の山口がかましていく、さあバックへ抜けていくか、6番の山口哲司が一発決めたのか。このスタートは前提正常なスタート、6番の山口が一気加勢にまくっていきまして、3艇身から4艇身リード、2番手大形になった、2番の植木道彦、3番手1番の佐久間治、4番手4番の正林が上がってくる。レースは1周にマークの旋回へと移ります。6番の山口が6コースから大釜しを見事に決めた。さあ2番の植木が追走態勢か、2艇身差まで迫ってまいりました。6番の山口が先行、3艇身から4艇身、レースは6番の山口を先頭に2周目に入りました。2番の植木がじわじわと低下を詰める勢いがあります。2周1マークへと向かいます。6番の山口が先にバックストレッチへ旋回、2番の植木が超速ターンで迫ってくる、超速ターンで迫ってきた。さあ低下は2艇身差まで迫ってきた。6番の山口を追走する2番の植木道彦、2艇が抜けた形になりまして残り1周半を切りました。水が空いて単独3番手1番の佐久間、4番手4番の正林幸喜、2周にマークの攻防へと移ります。6番の山口がホームストレッチへ旋回、2番の植木がジャンプターンで迫ってきた。さあ植木が近づいてきた、さあ植木が近づいてきた、一定審査。さあ後ろを見る余裕があるが、6番の山口大丈夫か。2番の植木が近づいてレースは最終周回へと入りました。6番の山口、そして間髪入れずに2番の植木が逃げる。3周1マークの攻防、6番の山口旋回、2番の植木が刺した、なんと植木が刺してきた、すごい差しであります。ラップ状態に入った、2番の植木が判定審リードか、しかしほぼラップ状態、2番の植木か6番の山口哲司か、ラストコーナーの攻防へとすります。こんな戦いが九州ダービーであったのか。2番の植木が先行、そして6番の山口サイド刺してくる。さあ内外広がって2番の植木が若干リード、2番の植木がまた福岡で外貨を上げるんでしょうか。まもなくゴールを迎えます。2番ゴールイン、6番ゴールイン、1番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、いやー、ご覧いただきました、優勝戦にふさわしい戦いでありましたですね。山口選手が、ね、大外から大釜していって、もう6-2で、ね、6-2で決まったかなと思ったんですが、ね、さすが、あの追い上げはすごいですね、植木選手ですね。いやいや、びっくりした。もうみんなあの手に汗を握ってというか、ね、いやいやいや、すごいレースですね。植木選手が1着、そして、ね、2着に山口選手と、まあ、入選をしたわけでありますけれどもね。